加田でいいのかな、和歌山県の加田淡島神社、駐車場は700円ですね。1日700円の駐車場止めました。で、向かい側がもうここがね淡島神社になります。和歌山猫、参拝専用駐車場30分無料って書いてある。こっち空いてんじゃん700円のところに止めちゃったけど、こっち空いてんじゃん。マジか、30分、参拝者専用駐車場30分、食事と お参り以外の方は罰当たりはから駐車しないでねって。ここが無料駐車場ですね。淡島猫、こんにちは、ザキツカです。今日は和歌山県にある淡島神社に来てます。シラス丼が食えるんで、すげえいい匂いがする。またシラス丼が有名なのかな、万光商店。もう神社なの、これ神社。あ、これが神社ですね。着きました。人形がたくさんあります。髪伸ばしに来た、髪を、髪が伸びる人形があって、お参りするとハゲが治るって、髪が伸びるって。バッドステータスでなんか呪われるんだけど、髪が伸びる呪いだから、なんか人によってはなんかいいっていう話。たくさんいますね。全然そんな、なんかみんな笑ってるな、嫌な感じしねえけど、そんなそうでもないの。あ、でも顔面蒼白とかも結構いるな、うん、すごいね、人形いっぱい。白装束の人形がたくさんありますね。羽子板の人形もあれなの、魂が入っちゃってる感じ。参拝先にする。神社の中にもすごいたくさん人形があるね。髪が伸びますように。でね、髪がいっぱい伸びますからね。こっちは何人形、なんかいっぱいあるね。ゾウさん、木彫りの熊、これ北海道のお土産じゃん。あとタヌキ、タヌキがいっぱいいるな。タヌキが、ここね、目力がすごいね。招き猫がいっぱいいる。金太郎ゾーン、この仮面をさ、かぶるとさ、取れなくなるんだろう。取れなくなって、取れないみたいな。おじいちゃんの人形がいっぱいある。シーサーシリーズたくさんある。シーサー。だるまゾーン。それは私のお稲荷さんだ。カエルすげえな。カエルだらけだ。受付しないと人形置いていけませんって。これまだ鑑定してないやつだ。未鑑定のやつだね。まだ鑑定してないやつ。あ、鑑定、未鑑定の人形たくさんあるな。これから鑑定しますわみたいな。あの辺全部そうか。未鑑定。